皆さんこんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回もね、任天堂スイッチ版ダービースタリオン実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。本日はね、ホットコーヒーをいただいております。さて、ホープールステークスもね、東京大賞典も終わりましたが、まあね、12月ね、全敗ですね。はい、12月全敗ね、12月全敗っていうのもちょっと珍しいですね。はい、全体的な回収率が JRA だとね 80% ギリギリ乗っかってたんですけど、まあ地方と海外もね、凱旋門賞だけちょろっとやったので、まあ 70% 台でしょうね。はい、ね、春先ね、2番馬券2連勝してね、一時期はだから年間回収率は 180% ぐらいになったんですかね。うん、まあでも後半ね、秋の G1 はだから秋天勝って、マイルチャンピオンシップ勝って2勝だったんですかね。もう大きく負け越しました。はい、まあいつも通りでね、来年はだからちょっと競馬から離れて、まあ大阪杯か桜花賞ぐらいから始めようかなと思ってます。はい、まあダビスタ続きますよ、もちろんね。競馬はね、ちゃんとチェックしますんで。はい、まあそれでね、ダビスタの方をしっかりとやっていきましょう。まあ、ビッグがね、まあちょっと厳しいんですけど、まあシルスステークスを予定しております。まあそれでオムセティがなかなか戻ってこないと。まあそれでヨシキがね、人叩きしてね、古川ジョッキー乗っけて、女の子ね、女の子ジョッキー乗っけて、また乗せてくださいっていうコメントあったんで、古川ジョッキー出演でいきましょうか。まあね、ヨシキは G1 にも手が届くんじゃないかなと思ってただけに、ちょっと苦しいですね。ねえ。まあオープン特別からということになりますよね。グリーンチャンネルカップ行きましょうか。はい。直線短い競馬場の方がいいかな、これは。ねえ、そんな感じもするんですけど、まあ東京行かせようか。ね。はい。まあそれでね、ブラックサクラがなかなかね、なんか入れ込んでしまってね、いつもレースで引っかかるんで、結果が出ないんですよね。まあちょっと2000メートル長いのかなというところで、1008ベスト。まあ府中牝馬ステークス。まあ起点出したいので、ちょっとスプリンターズステークス出してみようか。ね。出れるかな ?1002 使ってみます。G1 使いたいので。ひょっとしたら1002走るかもしれませんよね。ね。まあ短距離は今まで、まあフィリーズレビューを13番人気9着と、それぐらいですかね。ファンタジーステークス10番人気7着。この時とはね、力が全然違うんで、1000人もね、ひょっとしたら走れるかもしれません。あと2歳馬ですね。まあ、キラキラ光るがね、新馬戦結構ね、レベルが高い BB ガルダンと、あと1頭強い馬いたよね。そこで3番人気で勝利したんで、7月1周デビューで、これはちょっと大物かもしれませんね。キラキラ光るね。まあ、500万から行って、2000メートルちょっと長いので、まあ、なんかありませんか?ダートは嫌だよ。まあ、ないね。ないね。マイルステン使いましょうか。阪神競馬ですけどね。輸送ですね。ね。キラキラ光るは楽しみだなと。あと3もね、印が厚くつくんですけど、まあ2000でちょっとバテてしまってね、放牧中ですけどね。まあ金の星もね、一番人気だったんですね。はい。これもちょっと期待できそうだね、金の星ね。ね、ステイゴールド3区なんで距離も持ちそうなので、これは将来的に走ってくる可能性はあるかなと。ただ13着惨敗ってちょっとレース覚えてないんだけど、まあもう一回使いましょうか。はい。1008使い、1008長いんだったっけ、この馬。確かそうだよね。相互印ついてなかったんで、ちょっと距離をもうちょっと短縮しましょう。1002で使います。まあ、ただ短距離馬育ててもね、もう短距離の G1 取ってるんで、まあそれで桜ね。はい。まあ札幌2歳ステークスは完敗でしたね。もうちょっと距離を縮めた方がいいのかなと。まあ専用ありますね。使いましょう。リンド賞登録します。はい。まああとタフガールがね、小倉2歳ステークスで2着に入ったんで、ね。千人ならなかなか走るのかなっていう。まあ、早熟ですからね。あと、スケバンデカとプリティポシェットと。行きましょうか。はい。コメントも確かめるのね。
なかなかコメントねつきませんね。翌週、さてキラキラ光るのね一生クラスです、楽しみです、うん、岩田未来ちょっとジョッキー変えようかな、うん、岩田未来ジョッキーね、ホープルステークスだから、あの勝ち馬のキラーアビリティとね、岩田ジョッキーの佐藤ので行ったんですよね、佐藤のね手応え抜群で4コーナー上がってきて、これ取ったかなと思ったらだだ下がりでしたね。なんであんな下がっていったんだろうね、仕掛けが早かったのか、やっぱり岩田未来ジョッキーのね、福永ジョッキーで行きます、みんなのアイドル福永雄一、さて行きましょうか。キラキラ光るもね下回ってねえな、はい、朝一なんで、ね、芝炭素ばなりで、まあ、ダビスタ実況ね、競馬ゲーム実況は今日30日で終了です。はい。それで、明日ね、大晦日、まあ、ちょっと、魔界村やろうかなと思ってね。魔界村難易度下げてやろうかなと思って。クリア目指してね、一周目クリア目指してやろうかなと思って。まあ、視聴回数とかね、伸びないの分かってるんですけど、最後魔界村やりたいなと。まあ、行きましょう。翌週。さて収集はそこそこついてますね。重馬場がどうでしょうか。まあ逃げ馬なんだね。ゲットフルマークス、まあ結構重賞でも活躍した馬やね。はい。ウォータースペース、距離がマイルは長いのかな、ひょっとしたらね、小三角ってことは。レース、阪神競馬3レース。さて渋った馬場がどうなのかね。芝 1600m、 コンディションは重。スタートしました。少しバラついたね、逃げの強さがちょっと変わってるのかな、アプデゴはね。逃げが弱くなった、そんなことない。他の方のね動画も見ないよね、攻略動画みたいなの作ってる方いっぱいいらっしゃるじゃないですか、ね、攻略動画の方がやっぱり需要はあるよね、ちょっと壁になってるよ、うちそうそうそう、それでいいね、それでいいね、それでいいねんよ、させさせ、手応えある、手応えある、させるさせる、ステッド立った、粘ってくれ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 、これも強いよね、4月1週で新馬から2連勝だよね、強いね、これもね、ボバも走るし、はい、さすがにオープンではね通用しないと思うんですけどね、ね、マイルも無難にこなしましたしね、距離どうかな、ね、きらめきハートの子供だからね、距離持ってもおかしくないよね。タンクキラキラハート、キラキラハート、きらめきハート、どうでしたっけ、ちょっと、攻略本がそばにあるんで調べてみますね。スタミナどうですか、きらめきハートは。あ、パッとめくったらパッと出てきたよ。1億4000万円、タッチザピーク。3区にピークトラム、ベストタッチダウン。ピークトラムってマイラーだったっけ。スピード52、スタミナ56、パワー50、まあ平均的にね、スタミナ結構あるよね。それにハービンジャーですから、距離は持ってもおかしくないですよね。見事な競馬。はい。はい、行きましょう。シリスステークスですね。はい。まあ、追い切りはしなくていいかな。コンピューターにお任せしておきましょう。はい。ジョッキー交代やね。まあ男吉田隼人でいきましょうか。はい。で藤田ジョッキーがね、文句言ってましたね、有馬記念ね、ねデブロに乗り換えだったんですよね、ステラベローチェね。はい。あの辺あたりを文句言ってて、ねレース後も文句言ってて外したのかな、やっぱりあの人いつも文句言ってるよね、藤田さんね。さて横山武史でいきましょうか。スプリンターズステークス楽しみですね。1000人いけるんじゃないかなね。それで金の星もね、未勝利戦 1200m で前進があるでしょうか。スケバンデカ楽しみはね、スプリントか距離持たないんですかね。1000人デビューということはね、まあクリストフルメール、パーフェクトジョッキークリストフルメール、ブリッジポシェットも1200デビュー、まあこれまあね、繁殖にあげるんでね、完璧な配合を作ってもらおうと。まあ、二頭出しでいこうか。あまり競争成績は期待してないので。まあ、ね、勝つる男、カート優雅で。お、来たね。来たね、オムセティ。もう能力落ちてるかもしれないけどね、これはね。ちょっと合わせもやっていこう。はい。もうどんどん鍛えていって。
アルキオあたりで復帰させようか。まずはオープントプレッツを叩いてアルキオあたりが理想ですかね。ね、うん、距離はね、あの 2500m ぴったりだと思うんだけど、レース中ねかかってしまうのでね、それで結果が出ないんだよね。うん、それでしっかり追い切っていきましょうね。うん、ブラックサクラをね、まあスピード調教していきましょう。まあ芝炭素強めと、うん、輸送ですからね、ちょうどいいでしょ馬体重は。うん、うん、完璧な状態にはしない方がいいよね、やっぱ牝馬入れ込むからね。うん、ねえ、キラキラ光がオープン上がって、うん、まあマイルは持ちそうなんで、あとちょっと距離伸ばしてみる、オープンで。うん、あ、そうか、この馬男馬なんだね。ねえ、アビステークス使いましょうか。でダート調教をしっかりやっていきましょうね。スタミナをちょっと強化して、 2000m は持ってもおかしくない血統なんで、うん、ね、まあ、あとは放牧中ですかね、期待馬はね、うん、タフガールも下張ってねえな今日ね、いつも回ってませんけど、まあ、行きましょうか、翌週ですね。さて金の星、あ、ブゼットジョリー懐かしいね、まあ強敵なんで、うん、まあ終始負けてるね、追い込みになってるよ。まあ追い込みでいこうか、いきましょう、レースこれカットできます。さて前は空いてるんでね、伸びてこい。うん、まあさすがに届かないでしょうねね、全然伸びない、全然伸びないよ。まあブゼットジョリー楽勝ですよね、これまあ追い込み馬なのかな、本当にね全然伸びないんだよ。まあ乾杯です。まあ追い込みはやめておいた方が良さげですね。ね、さてプリティポシェットも終始ついてますね。まあただ相手がこれ弱いんで2頭とも期待できないなこれダメだと思うわ。まあカットできます。さて4コーナーね、再打ちと押すとちょっと外伸びないな、内から伸びてきたよ。させさせさせ、どっちか分からないけどさせるさせるさせるよ、まあ、最後バッターだよ ね、 ね、ダメだなこの2頭はね、うん、ちょっと引退させるわ2頭とも、諦めるわこの相手ね、この完敗ですからちょっと通用しないんじゃないかな。うん、それで千二デビューなんで距離は持たないと思うんで、この2頭は諦めるわね。プリッチポシェット引退させたからね、だけどね、入れ込んでたのか、もう一戦様子見ようか。プレティポシェットはもう引退させよう、まあ、それで繁殖に上げてね、まあ直前に上げた方がいいかね。さてスプリンターズステークス、グランアレグリア、参ったな、ピクシーナイトね、結構終始は疲れてますね。うん、ビアンフェ、ちょっとグランアレグリアがうちで包まれないと厳しいかなね。まあ行きましょう、レース。馬券買えばよかったね、グランアレグリアの生まれに買っとこうよかった。おい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 、おー、いきましょう。ちょっとあの変わってるよね、あのロゴ、ロゴってタイトルロゴじゃないや、なんて言ったらいいんだ。電撃のロッカロンが今幕を開けます。スタートしました。ちょっとどうですか、まずは先行グランアレグリア、最高の位置取りやね、これやられたな。外から上がるのはちょっと引っかかっとるわね、え、潜入でも引っかかるっていうね、そのうちねえ、ナックビーナス、ちょっとここからになってしまいましたね、これ難しいんじゃないかな、ちょっとね。3番ネロ、そのうち8番キャンベルジュニア、うち抑えて10番、ね、先行指示したのにちょっと後方からになってしまって、やっぱり先人はちょっと短いのかな。 100m の通過タイムは34秒2、まあでも外から上がっていって前かぶね、ちょっとグランアレグリア、まあでも内が開くね、これね、下打ち開くんで、オーストリマシかよ、大丈夫かよそれ、そんな競馬誰も望んでませんよ、ね、さて外から伸びてこい、着には入れ、着には、あーダメだね、やっぱりちょっと甘かったですね。通用するかなと思ったらね、最強馬といっても過言ではないグランアレグリアが出てくるとはね運もないです。はい、7着で悪くはないんですけどね。うん、
さてビッグね、まだ中止が結構ついてますね。サンライズストア、うん、まあ差し引かせましょうか。三つ葉ね、うん、まあ行きましょう。レース10レース G3 シリウスステークス、ダート2000さてどうでしょうか。コンディションは良、スタートしました。高ダッシュは三つ葉リーゼントロ、まずは先行争い。いいスタートですね。サンライズストア、ね、すっと前に持ち出しました。まあいいところつけたんでこれカットできます。ここからが勝負どころ。あれ、なんでこんな下がってるの、なんでどういうことこれ、何かあったんですかね。あんな後ろに下がってるっていうのはどういうことなんですかね。これすごい足で上がってきたんでちょっとなん理由が分かりませんね。これだけすごい足が残ってるのになんで道中あんな下がるんだっていうね。好位置キープしてそのまま行くのかなと思ったら、これはちょっとどうしようもないね。こういう競馬されたのね。うん、わかりません。はいね、ってことあっただけにちょっとわかりません。うん、はい、ヨシキのねグリーンチャンネルカップですね。うん、まあ古川ジョッキーで行きましょうよ。乗ってくれるかな。乗ってくれますね。はい、お願いします。桜桜、うん、まあ一生クラスならね、なんとかやってほしいけど、ハヤトジョッキーで行きます。はい、まあそれでね、うん、ねえ、あのビッグはね悪くないんですよね、うん、さっきもね伸びてきてましたからね。まあ重賞挑戦しましょう。宮古ステークスね。はい、まあそれで予定通りチャンピオンズカップはもう出す予定ですからね。 G1 ちょっと厳しいと思いますけど、弱面ならね、やれるんじゃないかなと。うん、まあオームセティはねガリガリやっていきます。できれば一戦叩きたいので、うん、何か関西でレースありませんかね。あ、状態上がってきましたね。おそらく初戦入れ込むと思うんで、オープントークですからね。ありませんか、京都大商店出そうか。まあ、叩き台ということでね。まあ、案外ね、故障中、放牧中で成長してたりしないかな。しないか。まあ、京都大商店行きます。ね、みんなのアイドル、福永祐一で行きましょう。まあ、ヨシキもね、しっかり追い切りましょう。うん。まあ、スピード、馬なりでいっか。ね、はい、軽めで行きます。うん。まあこれまでもね、チャンピオンズカップ出したいので、まあ3戦しか持たないんだっけ、4戦は持つかな。ね、我慢させるわ。それで桜ちゃんね、まあ、6番人気7着なら悪くないんで、まあ起点ちょっと厳しいと思うんだけどね。まあ起点まだ取ってないし、挑戦させようか。うん。はい、行きます。ひょっとしたら弱面ならね、チャンスあるんじゃないかなと。あと、しっかり折り合いがつけばね。うん。まあ、キラキラ光るダートでね、ちょっとスタミナを鍛えていきましょう。はい。キラキラ光るがちょっと楽しみですね。うん。7月一周で、まあ、ヨシキと同じ感じかな。ダート馬ってことないよね、これ。ヨシキみたいに。ヨシキもだから7月一周入級で、結構ね、練習したんだよね。あ、沈め大きいんで、これは芝向きですね。はい。ちょっと金の星はダメかな。まあ、まあ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 、うん、マイル使ってみましょうか。うん、新潟ですけどね。まあ桜桜もね追い切りましょう。芝居やっときましょうか。うん、疲労が溜まってると。まあ最後出しましょう。まあ、それでプリティポシェットを引退させるけど、牧場相手だっけ、ちょっとやってみようか。あ、その前に放牧でやった方がいいね。もしかしたら死んでしまうかもしれないので、種付け前に。それは避けたいので、放牧でもういいよ。放牧で遊んどけっていうね。遊んでいいよ、お前は。ね、繁殖のために生まれたんだから。まあ、自由に遊びなさい、みたいな。うん。さて行きましょうか。翌週。さて桜桜ですね。サンティールエアパスカル、まあまあまあ互角の印なんで期待できそうだなっていうね。行きましょう。まあ、これもカットできます。
さてちょっと前壁ですね。これは苦しい字入った。エアパスカルの前が開くんで、ついてけついてけついてけ、その後ろからついてけ、そう空いてる空いてる、ついてけついてけ、刺せ刺せ刺せ、ちょっと伸びないな、前空いてるんですけどね、まあ力不足ですね。ちょっとスピードが足りないような気がします。はい、力負けですね。さてヨシキがね、まあ、テスタマった数にはレベル高いですね。ねえ、まあ先行で稼せましょうか。レース、ねえ、古川ジョッキーだから収支が落ちてるってことはないよね。それはないよね。コンディションはやや重、スタートしました。ね、前から来ましたね。ちょっと外枠に逃げ馬が多かったんで気になるんですけど、ね、さばいてこれるでしょうか。まあ、スキップできます。ちょっと後方になったけど、まあいいしいいし、悪くない悪くない。さすがや古川ジョッキー、おえ古川ジョッキー、なおちゃん、おえなおちゃん、いけなおちゃん、さすがさすが、おえ目いっぱい、おえさすが、久々の勝利が近づいてきた。古川なお、古川なお先頭に立った。よし強いなこの馬。デスタマットに関しては東京合うじゃんね、東京のがむしろ合うようなね、そんな感じでしたね。見事でしたね、今の競馬は。古川ジョッキー。ねえ。まあ、これであと一戦叩くか、ねえ、宮古ステークス出しましょうか。まあ、ギリギリなんだよね。3戦目、4戦目でチャンピオンズカップっていうのはいけるかな。ああ、ちょっと不安ですけどね。もう一戦叩くか叩く前か。報復出すわけにはいかんしね。さて、オームセティね、まだ注水ついてるんですね。名称マンボウ、クリンチャー。クリンチャーってこんな収支熱いんだ。ね、東京大神殿、クリンチャー本命で行ったんですけどね。ね、馬体絞れて、いいなと思って。ただ、一着のね、圧倒的一番人気、抑え程度にしか買ってなかったんで。ベストアルンドもね、馬券的には持ってたけど、あの組み合わせは持ってませんでした。はい。まあ、オームセティね、どうしようかな。先行、差しだったっけこの馬ね。差し馬なんで、差していこう。おそらくね、入れ込んでると思うんで、ちょっとパッと組みましょうか。まあ、復帰戦なんでね。はい。この後ね、アルゼンチン共和国杯で爆発したらね、最高ですね。まあ、年を重ねて落ち着きが増している。そんなわけねえよなって。入れ込んどるな。これ難しいと思います。まあ、レース行きましょう。京都競馬10レース、まあ、ちょっとスタート直後のね折り合いを注目しましょう。まあ、おそらく引き分かると思います。コードもジャジャ馬だ ね、 スタートしました。オムセティ、オムセティってやっぱりね、あのセティさんはジャジャ馬みたいなところあったんで、後方からですね、まあ折り合ってるけどね、ね、折り合っとるけどね、これを見るように内側14大丈夫でしょうか。ちょっと大丈夫。1番人気、6番名称マンボ、この位置、2番ウィンテンダです。続きまして11番クリンチャー、俺はって、まあ、スキップできます。2番手、あ、でも外からね、前空いてますよ、前空いてる。さすさす、名称マンボが1位、名称マンボと一緒に上がってこい。名称マンボ内かな、外だよね、赤い帽子だよ。なんか入れ込んでたら伸びないわな、まあ仕方ありません。まあ久々のレースなんでこれでいいので、次ですね、はい、次が注目です。無事に回ってきただけで OK っていうね。さてね、桜桜ちゃん放牧ですね。はい、ちょっと厳しいかなこのマム。まあ3入球ですね。ほんま短距離馬かな、やっぱりタフガールも入球ですね。はい、まあ、タフガールが千里の馬という感じがするんですけど、専用持ってほしいよね。まあまあまあ、ファンタジーステークスね、まだ取ってないんですね。登録します。まあ、ちょっとダートをね鍛えていきましょう。千里はさすがに持ってほしいね。タフガール、タフボーイって言ったらどうでしたっけ。2000m は持たなかったんだっけ。どうです、 2000m 走ってたような気するけどね。まあタフガールのお母さんもマドンナか。マドンナ1008のダート走ってたよね確か。違ったっけ。
ちょっと金の星はねお任せでいきます。うん、あとキラキラ光るね、これダートしっかりやっていきます。はい、もうこのまま一番期待してるんでね。あ、ダート苦手ね。はい、わかりました。今回だからアイビーステークスまでやりましょうかね。10月3週の それで天皇賞秋はお楽しみとね。まあ、3もねちょっとダートやっていきます。まあ、どこ使いましょうかね。まあ一生クラスから使っていった方が無難ですかね。ね、うん、ダート苦手かね。まあダート調教してスタミナつけて、まあただお得馬のねマイルまでの G1 はね取ってるんで、 NHK マルカップも取ったよね確かね。うん、まあちょっと専用使いましょうか、くるみ賞ね。うん、はい、ちょっと急仕上げですけど、うん、まあさくらちゃんはね、うん、ちょっと気象が心配なのでいっぱい調教やりましょう。うん、あやっちゃったね。あ、失敗した。うん、放牧です。発行ならね、まあまあ重賞使ってから G1 ではちょっと厳しいので重賞に使っていきましょう。まあ、ヨシキもね、まあ、もう一回叩くかどうするかね。うん、まあ、重賞を使いたいので、あ、武蔵野ステークス使っていこうかね。東京合うみたいだし武蔵野ステークス使って、まあ、ちょっと疲労たまりそうなんだけど、まあ行こうか。はい、うん、まあ、さすがに G1 ではちょっと厳しいかもしれないのでね、重賞を狙いに行こう。うん、まあ、それでオームセティは、まあ、予定通り歩きようですね。はい、うん、うん、まあちょっといっぱい調教をねしっかりやりたいけど、やっぱり故障は怖いよね、いっぱい調教は。うん、さて3のねくるみ賞ですね。うん、まあ、今回10月3週までにしましょう。まあミルコデムロでいこうか。あ、鮫島さんになっちゃった。鮫島さんでいっかね。はい、鮫島ジョッキーって2人いるんやね。ちょっとまだ区別がついていないのでごめんなさいね。はい、ジョッキーの勉強もしないとね、やっぱり競馬ファンはね。うん、さてアビステックスデムロでいこう。うん、ミルコデムロ。あ、金の星マイル戦ね。マイルは持つでしょうかね、クリストフルメールで。はい、あ、スケバンデカもね、ダートバナーのこれは。ちょっと待ってくださいね、ちょっとあの今週は出しません。はい、うん、まあ遊んどけな、お前は遊んどけ。あ、このままダートいけそうやね。ね、はい、出したらよかったかな。うん、まあそれタフガールもね調教していきましょう。はい、まあ、ダート明日いっぱいと。うん、ちょっとねダート苦手と。はい、まあ、状態戻ってきましたね。 OK です。まあ、金の星お任せでねキラキラ光るやりましょう。まあ、直前は軽めでいいですかね。うん、輸送なんでね。あ、輸送じゃないね、ごめんなさい。輸送じゃないわ、東京やね。はい、3がどうでしょうかね。えちょっと仕上がり途上なんですけど、まあ合わせでね。はい、一生クラスなら力が上だと思うんだよね。あ、状態上がってきましたね。はい、 OK です。プラス12キロでどうでしょうか。うん、行きましょうか。まあ、ヨシキもねしっかりね、古川ジョッキーで蘇ったヨシキね、ねえ、ね、蘇ったね、古川ジョッキーのねラブ注入でね。ラブ注入って何やったっけ。ヨシキが蘇った、うん、ラブ注入って誰が言ってたんだっけね、覚え出せないな。うん、まあコメントは言われませんよ ね、まあ行きましょう。ちょっと繁殖牝馬は1、2、3、4、5か、あ、10番空いてるね。翌週、さて金の星ね、まあ戦力は大丈夫なんですけど、まあビッテルスバッハってそこそこ素質馬だったよね。まあ、ちょっと追い込みはやめます。先行でいこうか。はい、うん、レースカットできます。さてちょっとね、あの外に出してほしいな、そっから外に出してよ。そうそう、それでいいよ。ルメールでしょ。
ちょっと届きませんね、これはね。このままダメだね、引退させようか。無理だと思う、ちょっと無理だと思うわ、このまま。ねえ、まあ機能ちょっと厳しいな。さて3グリグリです ね、 ねえ、ちょっと先行でいこうか、これ、ね、先行馬一頭もいないので先行でいくわ、はい、内枠だからね。まあ、いきましょう、レース3は距離伸びて大丈夫でねえのっていうね、そんな感じがしてきましたね。ここで先頭さて、いいしいいし、ね、これ勝てるんじゃないの、ね、ちょっと、ま、逃げ間粘ってますけど、させさせ、ちょっと止まったかな、これ大丈夫、止まったんじゃない、させさせさせ、いけるいける、ちょっと粘ってくれ粘ってくれ、勝負根性あるのか、勝負根性あるのかないのか、勝負根性あるのかないのか、どっちだ、刺されたね、これ外に刺されたんじゃんね。まさかここでね、グリグリでやられるとはね、最後刺されたな、あ、真ん中が刺したんだ、ちょっと、悔しいですね。さて、キラキラ光る1008持たないのね。ちょっと、あと距離持たないんだね、これはね、1008ね。収支的には満足なんだけど、距離持ちそうにないな、これは。ちょっと先行でいきましょうか。はい。まあ、相手はマスターフェンサー、アクションスターだから、そんな強くないんで、ダイバーワールドボアね。はい。まあ、オープン特別級みたいな、ね、印象ですけど。11レース。まあね、ちょっと距離持たなくてもお金稼げたらね、まあいいんで、お金ちょっと自利品なのでお金稼いでもらいましょうよ、ね、このまま強くなると思いますね、距離はね、持っても 2000m、 2000m 持たないから、ね、まあ、スキップできます。1008ちょっと現状は長いね、これね、ちょっと、ま、ね、うちの間にね、すり合ってほしかったんだけど、ちょっと伸びないね、やっぱり距離やな、短距離馬やね。サニーサンデー、このまま押し切れるか、激しい叩き合いになった。まあ短距離やね、はい、距離持たないわ、まあ、印的には結構互角についてたんでね、ね、距離長いとね、この決闘で短距離馬なんだ、なんでだろうね、まあ、というわけでね、今回これで終了しますね。競馬ゲーム実況ね、最後なんでね、あの2021年最後のね、あの実況になられる方もおられると思います。はい。ね、はい。来年はね、いい年にしたいですね。お互いね、いい年にしましょう。幸せを求めて、三幸秀明。はい。というわけでね、今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。良いお年を。